さあ続いてのフリーアナウンサーあるあるこちらです。さあ同期のアナウンサーとはライバル関係になる、はあ、さあイエスノーどっちでしょうか。お札を上げてください。割れましたね。ボンドつりいった。ノー、アンさんとアンドさんはノー、アンさんと吉田さんがイエス、がイエスですか。どうしますか、ライバル。じゃあノーの方から聞きましょう、うん、じゃあ大島さん、あの私同期が庄野陽子アナウンサー、あのショーパンなんですけど、もうあの内定者の時点でこう内定しましたってハンコをしに会社に行って、会議室ガチャッと開けた瞬間に庄野が行った瞬間に、あ、キャラ真逆って思ったんですよ。でそこでもうなんか全てを悟ったというか、もう全然多分来る仕事もキャラクターも全然違うから、求められるものも全部逆だろうなっていうふうに思ったので、ここはなんかここで対立してても何にも意味ないなっていうふうにもう初日から腹をくくったので、なんかライバルっていう意識は持ったことがない。じゃあ同期の方にもよるのかもしれない、ね、そうですね。めちゃくちゃ仲悪い同期も確かにいます。急にどうしたんですか。いるの、笑いでもありますよ。そんな質問してねえですよ。勝手に言ってますよ。検索したらすぐ出てくるから。すいません、求められてないです。誰ですか。グーグルはすぐ出てきます。何インタビュー始めてる。安藤さん、はい、僕は男一人、女一人だったんですよ。男性アナウンサー一人、女性アナウンサー一人だったので、だから同性のアナウンサーがいなかったので、やっぱりライバルっていう感じにはならなかったんですね。別の仕事になってくるんですね。全く仕事も別だったんです、はい、ね、そちら吉田さん対して、うん、はい、そうですね、私はあの女の子二人、古谷優美ちゃんっていう子と二人で同期だったんですけど、うんうん、自分たちはそう感じてなかったんですが、入社すると結構周りが比べてくるんですよ。フレアはさ、ここがすごいよねとか、なんか自分たちが意識してなくてもそうなるように仕向けられるというか、だから最初それこそ新人の頃はどっちが先にレギュラー取ったとか、なんかそういうところはやっぱすごい気になっちゃってました。ですごく私はレギュラー取るのがすごい遅かったのでずっと悩んでたんですけど、ただ安住さん、安住紳一郎さんとお話しした時に、まあ、そういう話になって、まあ、大丈夫、アナウンサーって七五三と一緒だから必ずみんなにちゃんと順番回ってくるから、その今だけを見ないでちゃんと目の前の仕事頑張ってたら大丈夫だよって言ってくださって、その言葉はすごい残って、でその後レギュラーもいただけたので、アナウンサーは七五三と一緒。名言ですね。名言ですね。だからまあ同期じゃなくて、安住アナウンサーとはよくライバルし扱いされました。比べられる、周りから比べられるね。安藤安住対決とか、本人たちはね、そのつもりないんですけど。何期差ですか。6期も違うんですよ。結構だけど僕はスポーツ系を5年間やってたんで、安住アナウンサーが入社した時からバラエティやり始めたんで、同期みたいに勘違いされてることがあって、まあずっと先輩だと僕は思ってましたけどね、向こうの方すごい人来たなと思って堂々としてください。では青木アナはイエス。はい、やっぱり限られた仕事っていくつかあるので、それを2人が同じものを目指していたとしたら、やっぱりそれはライバルになるとは思います。例えば24時間テレビの総合司会、1年に1回しかできないわけじゃないですか。それも同期のみならず、みんなライバルになるかなというふうに思います。仕事の枠がね、私の場合でいうと同期はマス・タイチアナウンサー。